偉い。なんか氷食べてるし、お水あるのにね氷食べるんだよね。おいしい？なんかあれなんだよね、製氷機のさ、製氷皿の氷が食べないくせにさ、こういうのは食べんだよね。謎だよね。やっぱ天然物にはかなわないですか。あれ取られないってばよ。キットは食べないよね、氷ね。キットだけがね食べないのはね、カットも食べるしね、これ食べてるし。謎。冷たいじゃんねえと思ったらキットも食べてた。なんだ、みんな食べんじゃん。謎。いいお天気で富士山もよく見えます。ジムちゃん、ジムちゃんなんかえらく期待してるね。先日ね、罠にイノシシがかかりまして、ちょっとねお肉いただいてきたんですけど、じゃん、これはダメイノシシの鼻を邪気したものです、うんね、すごい みんなね、まあ、えらいことになって、いや君たちさ食べたじゃん、これあげる前にいろいろと邪気を。これはねスペシャルなの、これはね、これは深夜の人しかあげられないの。まだね君たちのような若造にはあげられないの、もったいなくて。だって1個しかないんだもん。結構ね大きいたってまあ60キロぐらいだから、そんなでもないんだけど、まあまあまあちょうどねお肉が美味しいサイズというか、そんな感じですけど、これはねあげないの。これは言ったでしょ、やめ、若い子はいいの、若い子じゃないの、あげるのはタムちゃんに決まってるでしょ。はい、よかったね、タムちゃん硬いからよく噛んで食べてね。ということでですね、イノシシを解体したら必ず鼻を私もらって帰るんですけど、仲間からはね何遊んでんだよって言われるんだけど、いやいや鼻だって立派なねえおやつになりますからね、こうやってねもう必ずね、鼻はいただいて帰ります。いや貴重なんだよ、だって1頭で1個しかもらえないんだからさ、鼻なんかね、みんななんかねそれは食べ物をカテゴリーにしてくれなくて、私は必ずもらって帰るんだけどね。いやあの軟骨だしね、コラーゲンたっぷりだしね、もうこれ以上この鼻に勝るおやつはそうそうないんですよ。いいからもう肉なんかねいくらでもどうでもなるね、この硬さとこの大きさとね。ね、ということで、深夜ならではのおやつ、君たちもね2桁超えたらあげるわね。それまではね10歳のタムちゃんにしかあげられません。君たちはねまだ若いからいいのよ、若い子たちはいらないの、そんな食べなくたって。もうね
に深夜のためにお花もらってくるんだからね。あなたもあともうちょっとしたら、あともうちょっと、あと6年したらお花もらえるかな。ということで、うちの変なおやつでした。